って投げるじゃないので、投げるために取るとね、スローイングのリズム、足から手、上手い選手っていうのは、真横に行かないの。じゃあ、斜め前に勝負しに行って、センター前ヒットになったらどうするんですかって言ったら、同じヒットだよ。のぶしチャンネル。世界一周、世界一周っていうのは、さっきのピッチャーフィールディングと違って、サード、ショート、セカンド、ファーストって全てのポジションをぐるーっと回る練習で、まずサードから行くからね。サードゴロは俺ここに打ちます。もう先に打ちます。サードの定位置からファーストに向かって真っ直線を引いたラインがあるよね。このライン上に走って、またいだらまずファーストに向かって胸向けて走って、それでさっきの右足踏み込んで横向き作ってギュッと掘る。間に合わなかったら片手で取ってそのままよろけてトップに入ればいい。もっと走らなきゃダメじゃん。純粋にダッシュしなきゃ、ダッシュしなきゃ、ダッシュ。そうそう、それがスローイングの基本じゃん。走れ。うん、すぐにこうやって横向きたくなっちゃうけど違う違う、走ってって右足を踏みながら横向く、左足で。これがスローイングのリズム。足から手、足、もっとこっち行くぞ。そうそう、違う、いいじゃん。あっと思ったらそっからまず走り出しな、難しいこと考えずに走れ、まず走れ、おお、それでいいだ。それでラスト1本、そうそう、そっからもっと走れなダメ、走れ。ここまで走ってたけど、そっからここはダッシュ区間、野球っていう競技を忘れてその区間は走って、っていうぐらい胸向けて腕振って、はい、取ったら、そうそう、はい、で右足をしっかり出せない、まだ今のは、まあ、こんな感じです。はい、次ショート、暑いでな、あとセカンドとファーストと終わるだけ。セカンドは、ベンチどこ？どこだな？セカンドって、最後の打球があったときに、上手い選手か下手な選手かっていうのはね、見方はね、上手い選手っていうのは、真横に行かないの。セカンドっていうのはもうファーストに近いから、で、ファーストに遠い、二遊間いる打球が斜め前に入ってきて、このダイヤモンドの中で取る。この通路よりも中。高校野球でも、まあ中学でも一緒かもしれない。中学野球は校庭だからあんまないかもしれないけど、第3試合ぐらいになるとここを荒れてきてイレギュラーする。いい内野手は、ここの中に入ってきて処理できる。特に、二遊間抜ける打球を真横に追っかけてって、ここで取ったら、内野安打だよ。じゃあ、斜め前に勝負しに行って、センター前ヒットになったらどうするんですかって言ったら、同じヒットだよ。だからさっきの手段の目的化の話じゃないけど、取ることが目的じゃない。ゴロっていうのは取って投げて、この相手が取って初めてアウトだで、取って終わりじゃなくて、相手が取るまで作品だで、取って投げるじゃないので、投げるために取るだで。だから前で勝負してきて二遊間を取ることと、逆に一、二塁間は、まあ、中学野球ないところがあるから、そうとも限らんかもしれんけど、練習としてやっときたいのが、高校野球でも言えるから。逆に抜けなければいいから、一、二塁間は、もう、極端に言ったら、ライトのポールに向かって走る感じ。広島の菊池選手とかもやってる。で、高校野球の静岡大会見てても、静岡の吉田くんとか、掛西の狩俣くんとか、いいバッターの時は、もう後ろに守る、後ろにこうやって追っかけて取ってみよう、こうやって。で、こう取ったらさっきのピッチャーフィールディングのサード送球の逆やれだもん。
だから斜め前、斜め後ろに走って左右の頃を取る練習っていうのはセカンドでやりたいこと。オッケー、はい、行こう。ダイヤモンドの中で片手で取るぐらい回り込まない、もう最短距離で入って中入って、ああ、はい、今度反対、斜め後ろに行く必要なかったらこうやって待てばいい、ああ、そうな、あ、そこまで今のなんか普通にはい、ラスト、ファーストファーストはなんてことはない、受ける方がピッチャー、受ける方がピッチャーで、ファースト最強、声かけって、おい、踏んでなくないか、踏んでない、しかもお前、一塁ランナーとぶつかっちゃうよ、お前、でかだな、はい、おっそ、よし、はい、交代、慣れ慣れ、難しいバージョンもあるんだけど、それは俺の去年勝山くらい撮った YouTube の行くぞ、1本ずつ、はい、お、いいだよ、そのプレーは何が難しいかっていうと、走りながら撮る、撮りながら踏む、この3つを場合によっては同時にやらなきゃいけない、バラバラでやれるのが一番いいの、走ること、はい、撮ること、踏むこと、実際にはファーストがファンブルしたりして入ってきて、もうランナーの報告してベースも探しながら取りながら、一番難しいのは今の同時になるときと、あと前のゴロを背中側から繰りながら踏むの、この2つが難しい、俺野球見てて、またいずれやりましょう、最終的にこれにできるようにするけど、まずはみんなオーソドックスな走路の取り方とか分かってないもんで、これは自分の監督に教われ、分かった、はい、休憩、90度、そこ上向け、上向け、投げづらいで、投げづらいだ、さっきの方が投げやすくない、そこ立ってよ、さっきと同じように投げてごらん、なんでこっちの方が投げやすいの、体重が前に移動してるから、そうだよ、だから僕らのなんでこれやしかったと、後ろ体重残しとってるから、そう、マウンドは実際どうなってる、どっちに近い、そうだよ、だからピッチャーずっと投げ100球も投げなきゃいかんくて、偉いから坂作ってくれてるでしょ、それと坂作って低めに投げなきゃいかんから、普通の野手より、だから坂作ってる、やってごらん、はい、じゃあ今度は楽だと思うで、だけどぐさっと地面に刺して、ぐっ、そうそうそう、このぐらいの感じ、前足はコンパスの針だからね、それで腕で円を描く、ぐっ、そうし、おお、取った、はい、オーケー、ナイスキッチ、おギュッと顔起こして、顔はこっち向かないかんで、顔起こして、綺麗に回るな、このトップにあるバットを体の前に抜いてくるときに、本当は肩を止めといてここ出てこなきゃいけない、だけにはならないけど、これがボールがいいよ、ここがこう離れてて、こう出てくる、体の中心からややこっちぐらいに打ってる、ここは関係ないの、どんだけ開いてもこうやって投げるのかって話だ向いていいの、これ開きじゃない、これ開き、開いてない、開いて開いてない、ね、だからこうやって聞かれたときに答えが正しい間違ってじゃなくて、自信を持って答えれるかどうかを俺は見てる、答えの内容じゃなくて、のぶしプロジェクト、教えて一郎さん、一郎さん、一郎さん、どうしたら肩が良くなりますか。